サンブレイク復活の子、5年前のこの古竜知ってる？メイトウリュウゼノジーバ。収束の地にて発見された古竜の王とも称される完全新種の古竜種。長い年月を経て、あまたの古竜のエネルギーをその身に蓄積させ、羽化へと至ったのである。胸部の中心部には集積したエネルギーを司る特殊な発光器官があり、増大させたエネルギーを利用した直線長のビームや投げ払いのビームなど、ザ・古竜の攻撃を得意とする。エネルギーの蓄積量が一定以上に達すると、臨界状態になり、全身が燃え上がるように散然たる光を放つ。操るエネルギー量が増大、身体能力が飛躍的に上昇し、エネルギーが極限まで溜まると暴走するかのごとく臨界光線ブレスを放ち、辺り一帯を焼け野原にさせる。その直後、臨界状態が解除され通常形態に戻ってしまう。ちなみに臨界状態ではビッグバンというまたまた小学生が考えたような本種最大攻撃を頻発するようになります。ビッグバンの詳細はコメント欄のガチ生態解説から。